松戸神社は、千葉県松戸市松戸1457番地にある神社である。官営三年の創建とされ、松戸市の創鎮樹とされている。神門は、左密度萌え、旧社各は孫社。坂川に架か,かる占領教社殿は、官営三年の創建とされ、神仏集合思想の影響で、御嶽大権元,元と称していた。 慶光天皇40年、日本穂高が武蔵国へ向かう際に、当地に陣営を設けて、受賞の木武彦連と大友武彦連の方々と待ち合わせをしたため、松里、と町土と呼ばれ、松戸の地名が生まれたと言われている。慶長14年、三戸城に、三戸徳川家が封ぜられると、江戸と三戸と往来する三戸街道が整備され、松戸塾が宿場町としてにぎわった。 境内地の近隣には、陣屋も置かれていたため、水戸徳川家より厚い崇拝を受けた。この地を、徳川光国が高狩りに訪れた、際、ご神木である大井町に泊まっている白鳥江鷹を、放とうとする、もたかは微動だにしない。憤慨した光国が矢を放とうとしたところ、弓矢が、中央から折れてしまい、光国は、折れた弓矢を奉納して神前に陳謝したとする、伝承が残る。 三戸徳川家粧園の品々も多数奉納されたと伝わるが、原文4年の松戸塾の大化にて社殿及び奉納品も消失する。1882年、社号を松戸神社へと改称して、有栖川の宮高人新郎より、社号の書を授かる。2006年には、三笠宮高人新郎が参拝し、高の巻を植樹した。2009年12月、 宇宙飛行士の山崎直子が宇宙飛行の安全基盤のために参拝した。2010年4月5日、前年10月18日に行われた松戸神社神光祭のために作られた詩人お守りを携えてスペースシャトルディスカパリー号に登場し、ケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーションへ飛び立った。期間後の同年5月に松戸を訪れ、共に宇宙へ行った。 死人お守りを同神社へ返納し、帰還パレードへ参加している。10月18日が日曜日に当たる年は、松戸市内を巡行する振興祭が行われる。特徴としては、宮見越を中心とする行列に四神像が連なっている。2009年10月18日の例大祭では、地後行列、四神像、手こまい、獅子頭を乗せただし、宮見越など、 総勢600名にて市内を巡行する振興祭が行われた。振興祭が行われない都市は、霊祭日前の週末に、御しの連合投魚が行われ、町会信魚が伊勢端松戸県に集合してから、松戸神社へ見入りする。ありがとうございます。